高知県選挙区は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一陸の一つ。公職選挙法改正によって2016年の第24回参議院議員通常選挙から徳島県選挙区と合区されて合同選挙区となった。高知県全域。に当日有権者数62万7921人。 投票率49.89%当日、有権者数64万959人。投票率58.49%当日、有権者数65万3043人。投票率58.4%当日、有権者数66万771人。投票率57.3%当日、有権者数 662,586人、投票率 58.、58.39%当,当日、有権者数、654,954人、投票率、56.21%当日、有権者数、648,873人。投票率、50.64%当日、有権者数、人投票率、当日有権者数、 634,624万人。投票率 70.、70.52%当日。有権者数、627,119万人。投票率 72.、72.01%当日。有権者数、622,916万人。投票率 61.、61.27%当日。有権者数、613,843万人。投票率、 72.83%当日、有権者数、60万2350人、投票率 70.、70.9%当日有権者数58、589。503人投票率 75.、75.69%、第9回参議院議員補欠選挙5月12日執行、当日有権者数、人投票率 68.、68.72%当日。 有権者数、57万6792人。投票率、71.38%当日。有権者数、54万8536人。投票率、75.69%当日。有権者数、54万1365人。投票率、74.64%当日。有権者数、54万1800人。投票率、 77.24%当日、有権者数、549,098人、投票率 70.、70.75%当日、有権者数、529,865人、投票率 65.、65.44%当日、有権者数、506,094人、投票率 69.、69.13%当日、有権者数、 487,580人、投票率76.56%当日、有権者数472,654人、投票率63.94%。ありがとうございます。